はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、無料タレントポイント振り直し、エピックビッグタイムショータイム編、徹底解説、やっていきたいと思います。てなわけで、この動画が上がる前にね、おそらくハイライト編が上がっているんじゃないかなって思うんですけれども、1月11日までタレントポイントの無料リセットがやってきたということで、今回の動画ではですね、僕の使っているこのビッグタイム、エピック、このショータイムの選手たちの、まあ、おすすめの育成ですね、徹底解説ということでやっていきたいと思います。最近結構育成を変えてる選手もいるんで、まあ、よかったらね、参考にしていただければなって思うんですけれども、さすがに全員はね、紹介できないんで、僕は最近使えてる選手を中心に解説していきたいと思います。なんでね、ご紹介できない選手もいると思うんですけれども、そういう選手についてはね、まあ、皆さんのおすすめの育成もね、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいなと思います。はい、ということで早速ですね、僕は最近使っているエピックビッグタイムショータイムの選手のおすすめ育成徹底解説ということでやっていきましょう。はい、まずこちら、チェフですね、ご紹介していきたいと思います。正直最近キーパーはね、ほんとこのチェフしか使ってないですね。育成はこんな感じです。エアバトル1、GK1 に11、GK2 に10、GK3 に10ということで、めちゃくちゃバランスよく振ってますね。能力こんな感じになるんですけれども、クリアリングは若干低いんですけど、僕はまあ割とこの育成でいいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。僕いつもゴールキーパーは割とね、バランスよく育成するんですけれども、結構この育成で僕は強いと思ってます。はい、続いて冨安選手ですね。冨安選手は育成変えてないですね。はい、一応公開していくとこんな感じです。クイックネス4、脚力10、エアバトル10、ディフェンス13の育成ですね。まあ、この育成でセンターバックでもサイドバックでも強いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、このディフェンス能力めちゃくちゃエグいですよね。で、スピード瞬発もスピード88、瞬発79ということで、まあ、瞬発8の人もいいなっていう感じもあるんですけれども、まあ、この育成でめちゃくちゃ強いんで、まあ、僕は満足してますかね。はい、続いてこちら、エジミウソンということで、僕はセンターバックでエジミウソン使ってますね。育成こんな感じです。クイックネス6、脚力8、エアバトル6、ディフェンス14の育成ですね。まあ、この育成でアンカール使っても強いと思うんですけど、まあ、センターバック用の育成っていう感じですかね。足元かはもう上げてないっていう感じで、まあ、ディフェンス能力めちゃくちゃ高いですね。アグレッシブさは低いんですけれども、ディフェンス97までいきますし、ボール出しは94までいきますと。で、スピシュもね、スピードが88、瞬発が78で、キック力もね、意外と高くて、で、フィジカルコンタクトもね、意外と高いということで、結構機動力もあるんで、もうほんと使いやすいセンターバックだなっていう感じですかね。はい、続いてアラウホということで、アラウホは最近育成変えましたね。育成こんな感じです。クイックネス5、脚力7、エアバトル3、ディフェンス17といった感じで、結構悩んだ末に、まあ、センターバックでやっぱりアラフォー使っていこうって感じで、もうディフェンスにめっちゃ振りました。で、能力見ていくとこんな感じですね。ディフェンス数値が全部90超えてくるような育成にしましたね。アグレッシブネスもしっかり90乗っかってきて、守備意識に関してはもう99までいっちゃいますと、ヘディングも90超えてきますし、この育成でスピシュもね、90超えてくるんで、まあ弱いわけないですよね。まあその分、フィジコが若干落ちたかなって感じがあるんですけれども、まあ、こんだけスピシュンとディフェンス力があれば、正直十分なんじゃないかなって感じもしてますね。まあ、センターバックで使っている方は結構おすすめです。はい、プジョルですね。続いて見ていきたいと思います。プジョルもね、なんかあんまり使っている方そこまで多くない印象があるんですけれども、僕は好きでめっちゃ使ってますね。育成こんな感じです。クイックネス5、脚力11、エアバトル8のディフェンスが9ですね。で、僕は割とまあセンターバックで使う時もあるんですけど、ミニセンターバックで使う時が多いですかね。能力見ていくと足元数値はね、低いんですけれども、こんな感じで、アグレッシブネスと、守備意識99、99ですからね。まあ強いですよね。SPC もスピード87、瞬発83と、ジャンプも90超えてきて、フィジカルコンタクトも90ということで、まあボディコンも75あるんで、そこまで重くないですし、まあめっちゃ強いですよね。まあこの育成でセンターバック強でも十分強いかなと思います。はい、続いてエピックのロベカルですね。このロベカルもね、なんだかんだ結構使ってますね。育成こんな感じです。パス4、ドリブル5、クイックネス10、脚力9、エアバトル4、ディフェンス9といった感じで、まあバランスよく育成してますね。まあ僕はサイドバックで使ってるんですけれども、まあ、サイドハーフ用の育成だと若干変わってくるって感じですかね。僕はこれサイドバック用の育成って感じで、まあ、バランスよく振ってるんですけれども、結構ね、上がってほしいっていうね、感じもあるんで、ディフェンス能力に全振りはしてないかなっていう感じですね。まあ、スピシュもこんな感じでめちゃくちゃ足速いんで、まあ、正直ね、ディフェンス能力はそこまで高くなくても、まあ、スピシュでカバーしてるっていう部分は若干あるんじゃないかなと思ってますね。フィジカルコンタクトもね、そこまで低くないですし、ボディコンもね、95まであるんで、使用感も軽いということで、まあ、若干身長がね、気になる時はあるんですけれども、まあ、これでも僕は十分強いと思ってますね。はい、続いて、モメンタムタケですね。このタケもめっちゃ使ってますね。はい、育成こんな感じで、シュート7、パス4、ドリブル9、クイックネス9、脚力10といった感じですね。まあ僕はいつもこの右サイドハーフで使ってますからね、たまに OMF でも使うんですけれども、基本的にはまあ右サイドハーフ起用かなと思います。まあこんな感じで、決定力もね、90超えてきますし、スピシュも高いですし、キック力もあって、ボディコンも97ということで、まあシンプルにめちゃくちゃ強いですね。まあ正直、この久保選手はね、ここまで使うと思ってなかったんですけれども、本当に消化いいんで、使ってない方はね、
ぜひ使っていただけるといいのかなと思います。はい、続いてパックネイマールですね。僕は結構このパックネイマールが好きで使ってるんですけれども、ルーレットとかね、まあ、コンカとかもね僕使うんでこのパックにしてるんですけれども、サントスネイマール使ってたんですけど、エッジターンが邪魔すぎて最近このパックネイマール使ってますね。育成こんな感じです。シュート2、パス4、ドリブル6、クイックレスな脚力8ですね。まあ OMF でも左サイドハーフでもどっちでも使うんで結構パスとか負けてるんですけれども、こんな感じになりますね。まあシンプルにめちゃくちゃ強いですよねっていう感じなんですけれども、まあ、ネイマールはまあ使用感いいんですけれども、やっぱりまあスキル追加はね必須になってくるんじゃないかなと思います。逆足が使えるのもいいポイントですね。一応サントスネイマールの方も見ていきたいと思います。シュート5、パス4、ドリブル12、クイックネス8、脚力12の育成ですね。まあやっぱり能力的にはねサントスネイマールの方が全然強いかなって感じがあるんですけれども、まあルーレットがね僕的には結構大きいんでパックネイマール使ってるんですけれども、まあ使わない方がね多いと思うんで、基本的にはこのサントスネイマールで僕はいいんじゃないかなと思います。まあめっちゃ強いですね。これ無料はやばいね。はい、続いてこちらエピックフリットということで、フリットもねちょいちょい育成変えてますね。はい、こんな感じでシュート5、パス1、ドリブル11、クイックエス11、脚力10のエアバトル1ですね。まあフリット使うときは僕大体 OMF か CF で使ってますね。能力値こんな感じで、まあ全体的にねバランスがいいんで、まあめちゃくちゃ強いですよね。センターフォールとかでこんだけねディフェンス能力が高い選手もいないんで、そこも割といいんじゃないかなと思ってるんですけれども、足も速いしキック力もあるしフィジカルもあるしって感じで、まあ唯一無二っていう感じですよね。逆足も使えますし本当にいい選手だと思います。はい、続いてこちらビッグタイムムバッペということで見ていこうと思うんですけれども、僕ずっとねショータイムのムバッペ使っていたんですけれども、なんかね特殊ダブルタッチが、まあ、邪魔になってきた感じがして、普通のムバッペ使いたいなって感じでビッグタイムのムバッペを使ってます。育成こんな感じでシュート4、パス2、ドリブル11、クイックネス10、脚力8、エアバトル3ですね。まあ使う時は大体センターフォワードかなって感じなんですけれども、たまにサイドハーフでも使ってますね。ビッグタイムとショータイムは、まあ、かなり好みが分かると思うんですけれども、個人的に能力はね僕ショータイム派なんですけど、まあ、ビッグタイムでもね十分強いと思います。一応ねショータイムのムバッペも見ていきたいと思います。育成こんな感じですね。シュート6、パス4、ドリブル10、クイックネス6、脚力8の育成ですね。能力値こんな感じで、まあシンプルに強いなっていう感じはあるんですけれども、決定力もしっかり90超えてきますし、スピシもねこんだけ速いですと、ボディコンは若干低いんで、ここがね、まあ、ビッグタイムと違うポイントでもあるのかなって思うんですけれども、能力的には僕は、うん、ショータイム派かなっていう感じがしてますね。よかったら育成参考にしてみてください。はい、続いて神の子メッシ見ていきたいと思います。神の子とキングはね、まあ、同じぐらい使ってるかなって感じがあるんですけれども、センターフォワードで使うときは、まあ、この神の子メッシ一択ですね。はい、育成こんな感じでシュート5、パス5、ドリブル7、クイックネス10の162の育成ですね。大体使うとしたら OMF か CF かなって感じがあるんですけれども、まあ正直どこで使ってあげても強いっていうか、もうこうやって見ると改めてバグってますね。どんだけ強いんだって感じがあるんですけれども、まあこんな感じでキック力も102までいきますし、まあめちゃめちゃぶっ壊れですよね。まあ正直どの育成してもこの神の子メッシは割と強いんじゃないかなと思います。一応キングメッシと担い手メッシも見ていこうと思います。こちらキングメッシですね。育成こんな感じでシュート7、パス4、ドリブル4、クイックネス10、脚力10、エアバトル8といった感じですね。まあ使うとしたら OMF かウイングですかね。でまあドリブル数値はね元々高いんで、全くっていうかもうほぼほぼ上げてないんですけれども、4ですかね。4だけ振ってあげて、こんな感じでめっちゃ高いですね。でスピード瞬発にその分振ってるんで、スピシもまあある程度は上がりますということで、まあ使用感だけで言ったら僕はこの一番やっぱキングメッシがいいんじゃないかなと未だに思ってるんですけれども、やっぱりこの逆足っていうのは結構大きいかなって気はしてますね。まあでもフィジコン96とかこれはめちゃくちゃ魅力的ですし、まあ本当にこのメッシは強いと思いますね。はい、続いて担い手メッシ見ていこうと思います。担い手メッシは正直ねほとんど使えてないですね。育成は一応こんな感じでシュート4、パス4、ドリブル12、クイックネス10、脚力8ですね。まあ担い手メッシはインレシ持ちなんで、まあ使うならやっぱり中央かなって感じなんですけれども、ドリブル数値はねそこまで高くないんですけど、決定力はね高いですし、まあこのスピシュンですよね、瞬発も101までいきますということで、まあ玄関強度も結構強いんじゃないかなと思うんですけども、まあなんかやっぱり見てても一番こうeFootballリーグとかでも使用率は若干低いのかなっていう感じはしてますね。はい、続いてレオン見ていきたいと思います。レオンはこちらですね。シュート6、パス1、ドリブル11、クイックネス8、脚力8、エアバトル4ですね。はい、ノロこんな感じで、まあ言わずもがなめちゃくちゃ強いですね。決定力もね90のしたいなって感じがあったんですけれども、まあこの育成で僕は一旦気に入ってるかなって感じですかね。ボディコンも90いきますし、逆足も使えるということで、間違いなく最強スーパーサブというか、まあ先発で使ってる方も多いですけれども、先発で使っても本当に強いですね。はい、続いてエピックのビエラですね。はい、こんな感じの育成になってます。クイックネス6、脚力12、エアバトル8、ディフェンス12ですね。まあプレイスタイルがハードプレスで CMS と DMF ができるわけなんですけれども、個人的にやっぱビエラはねハードプレスの方がいいんじゃないかなって感じがしてますね。ディフェンスのこんな感じで、まあめちゃくちゃ強いですよね。正直ビエラに関してはこのディフェンス能力じゃ計り知れないぐらいの強さがあるんで、まあ使ってみてほしいなって感じがあるんですけれども、まあスペシャルもあってフィジカルもあるということで、間違いなくね最強クラスの
10万かなと思います。はい、続いてこちらカントナですね。僕はこのカントナめちゃくちゃ好きで、結構というかめっちゃ使ってますね。育成は多分変えてないと思うんですけど、シュート4、パス6、ドリブル8、クイックネス11、脚力10、エアバトル3ですね。僕は基本的に OMF で使ってますからね。ドリブル数値もこんだけ高くて、パスも上手いし、決定力もあるしって感じで、まあ、しかもこのスピシュンですね。まあ、スピードはそんな速くないですけど、瞬発ですかね。90までしっかりあって、キック力もあるということで、まあ、本当に強い選手かなと思います。まあ、前線で使う方はね、まあ、センターフォワードとか、セカンドトップで使う方は、まあ、もう少しね、パス値下げて、その分ね、まあ、スピシュンとかに振ってもいいんじゃないかなって気はしてますね。はい、続いてシェフチェンコですね。このシェフチェンコはね、使ってる方、まあ、見ない感じがするんですけれども、僕は好きでかなり使ってます。育成もね、多分最初からあんまり変えてないと思いますね。シュート8、パス4、ドリブル9、クイックネス10、脚力8、エアバトル1の育成ですね。で、こんな感じになりますということで、足元数値も結構低いんですけど、なんか使いやすいんですよね。オフェ戦と決定力が高いんで、結構ね、まあ、オフェ戦の高さで AI の動きもいいかなっていうふうに思いますし、まあ、このスピード瞬発ですね、結構このラインブレーカーでこの型っていうかね、このフィジカルの感じで、スピシュンが高いということで、これも結構ね、個人的には好きなポイントですかね。打開の精度が最高っていうのもいいポイントかなと思います。はい、続いてビッグタイムのマラドーナですね。はい、こちらね、ブースター起動しなって感じがあるんですけれども、未だに OMF で使ってますね。はい、育成こんな感じで、シュート4、パス4、ドリブル10、クイックネス10、脚力12の育成ですね。能力値こんな感じになります。ドリブル数値もね、めちゃくちゃ高いですし、パスも上手いですし、本当にこのマラドーナはずっと強いですよね。スピシュも90超えてきて、まあ、ほんとボディコンも96までいくということで、役足の頻度、精度は普通高いということで、まあ、ずっと使ってる方がね、やっぱり多いっていうのは、まあ、この能力見てわかるんじゃないかなと思います。本当に使用感いいんで、早くエピック来てほしいですね。はい、そしてこちら最後になりますかね、リベリということで見ていきたいと思います。はい、育成こんな感じで、シュート6、パス4、ドリブル8、クイックネス10、脚力10の育成ですね。大体僕はね、左サイドハーフか OMF で使ってますね。能力値こんな感じで、ドリブル数値も98までいきますし、まあ、このリベリはね、まあ、やっぱり獲得して本当良かったなって感じがしてますね。未だにガチカに入ってくるんで、まあ、本当に視聴感めっちゃいいですね。決定力も80を超えてきますし、カーブも94までいくということで、カーブ数値が高いのもいいポイントですかね。で、スピシュンとキック力も高いと。で、ボディコンも95までいきますということで、逆足も使えますし、まあ、身長もね、あんまり高くないということで、本当に軽いんで、まあ、このリベリはね、めちゃくちゃ強いですね。はい、こんな感じで今回はエピックビッグタイム、ショータイムのおすすめ育成見ていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ね、振り直した選手とか、まあ、振り直してない選手もいたと思うんですけれども、まあ、少しでも参考にしていただければなと思いますね。まあ、ご紹介できない、ね、選手もいると思うんですけれども、そういった方はね、ぜひコメントをしていただいて、まあ、コメント欄で話し合っていただけると嬉しいなと思います。はい、こんな感じでフットボールの方が毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。